2008年、カンピオナートパウリスタでのリオプレト戦リオクラロフチボー、クルーベはブラジルサンパウロ州リオクラロを本拠地とするサッカークラブ。1909年5月9日設立。教員のジョアキム・アルノウドやコンパーニャッパウリスタ・ダス、エストラーダス・ジ・フェロの従業員によって設立された。その後1928年7月14日に、 イングランドの HMS カプトンと初の国際試合を行った。2002年にカンピオナートパウリスタセグンダ・ディビーソンで優勝。2005年にコパパウリスタで準優勝。2007年にはカンピオナートパウリスタ一部に初参戦した。本拠地はエスタジオ・アウグスト・シュミット・フィール。一般的にはシュミットンとして知られており、1973年に 完成した1万6000人収容のスタジアムである。また、セントロジトレーナメントアウグストシミットフィーリョというトレーニング場を自前で保有している。クラブカラーは青と白。ホームユニフォームは青のシャツに白のズボン、青の靴下である。クラブのユニフォームを着て青色の尻尾、景観を持っている鶏がマスコット。名前はガロアズーである。 ライバルクラブの AE ベロクルーベが赤い鳥をマスコットにしていたことから生まれたマスコットである。本拠地が小川の近くであったことから水が少ないことを意味するアギーニャの名前で呼ばれていた。その後大きな青色を意味するアズロンとなった。ありがとうございます。